どうも、全力絶叫 YouTuber、B モエルです。そして、大チャンネル。ペルドーもペルドーいたしまして。にゃんしょうもな、大チャンネルです。本日、ZOZO マリンスタジアムにやってきました。この二人で。ご来場ありがとうございます。オリックス対ロッテでね、よくこの ZOZO マリンの二人で行ってるんですけど、本日、西武対ロッテです。全く関係ございません。正直別に全然来るつもりなかったんですけど、なんか大チャンネルからね、結構前に連絡来まして、はい、モレルさんと一緒にマリンのスタンド行きませんかと。よく西武対ロッテあるということで、ちょっとモレルさんをマリンのスタジアムに連れて行きたいと。最近僕、また負け込んでて、疫病神に戻りつつあるんですよ。これやっぱ1000円足りないなと思って、たくさん人いた方がいいなと。M モレルさんを誘いました。誰それ、 M モレルなんか人物はいないのよ。確かにね、俺まあ声量的には人の 2,3 倍出すけども、そういうことかい。だから俺が 2,3 人分働けと。はいひあの、借り出されました。ロッテの勝利のために借り出されたということで、なんか僕的にはちょっとあれなんですけども、まあまあ連れてこられたからにはね、フラットな感じで見る野球観戦僕いいと思うんで、まあ、今日はそういう感じで、まあロッテの応援歌も好きなんで、ロッテ応援歌ファンでもあるんで、はい、まあそこをちょっとね、楽しんで伝えていけたらなと。野球ってなとね、言えたらいいなと思います。でも今日あの服装がね、一応なんか今日はね、ホームゲームということで、ロッテは白らしいんですけど、ロッテの白ユニ持ってないんですよね。だからちょっとユニフォームありません。買いに行きますか。マリンズストアありますけど。いやーでユニフォーム1万ぐらいするでしょ。はい。いやちょっと締め、いやあるよあるよ、ロッテの白ユニ背番号79、こちら。おい、アリス持ってきたんすよ。やっぱロッテの応援手伝っていただきますから、そのマーティンユニで共に応援していいんですか。はい、応援してください。これ借りて、じゃあマーティンユニ借りて、じゃあちょっと今日応援します。はい。ふぅ、わあ新鮮やな。めっちゃ似合ってますわ。マジで似合ってる。はい、イエスマーティンゴーシーツ、すげえいいっすわ。インスタグラムのトップガにしたらどうでしょうか。わけわからんくなるっていうマリンスタジアム、フルタイムで QR コードまたは山口浩輝選手、なお、お一人で複数枚の山口浩輝2名様分以上の QR コードをお持ちのお客様がいらっしゃいましたら、山口浩輝生まれる前にお客様にチケットの分配をお持ちいただきますように、山口浩輝、山口浩輝、大谷さん、大谷翔平ロッテ移籍。Hey, hey, everybody, yes, we are welcome to ようこそお越しくださいました。試合前にいたします。いや、来ましたね。来ましたね、来ちゃいましたね。おー、ローキュー。皆さんは今日も一緒に来られたんですね。マイアミぶりのローキー。千葉ロッテマイアミぶり。めっちゃかっこいいやん。僕はタオルで代わりです。熱発タオルで今日一緒にいけるラッシュよ。いけるいけるいけるサブセブチロッキーカーサギで、食レポコーナー、こちらマリン名物もつ煮込みとご飯です。大ちゃんはこのもつ食べたことある？食べますよ。美味しい。美味しいっす。格別っす。おー、いただきます。塩がよく効いてる。塩が、この塩といえばやっぱりこのマリンの塩風を受けてホームランをかっ飛ばしていた元ロッテのデリック・メイ選手の、デリック・メイ選手のようなこのもつ煮込みです。続きましてこちらイカリング、いきます。イカしてる、イカ玉してるぐらい、イカしてるよ、これ。ほんまにイカ玉レベルの味、イカだけに。セカンド守ってて、あのボールにグラブを投げつけて、あのテイクスリーベースになった大谷選手のイカ様、イカ焼きです。戦え、千葉ロッテ、戦え、
核中勝利へ導け栄光の時を目指して核中一等核中一等核中一等核中ラララララおおヒロキ6回無失点です。何食ってですか？こちらの冷やしたぬきうどんですね。どんな味ですか？具だくさんで、このわかめ、ネギ、きゅうり、もうこれは総コース、すべて、なんかですかね、噛み揃えている。これはまるで、あの元千葉ロッテマリーンズレオネス・マーティン選手のリース・マーティン・ゴスです。完封が見れるかもしれません。あ、完封まである、これ。そうなると増田出てこへんけど、ちょっと複雑。まあ増田でしょ、増田でしょ、さすがに。ほら、もう吉監督いった。さあ、もう9回ですよ、9回。俺のために今日来た。Master! Master! Master!
なしか今日は。さああと一人、あと一人ゴームなし。ロッテは。はい、あと一人もあと一球もないです。何？かっまってるやん、完全に。さすが期待を裏切らないエンターテイナー増田劇場。平野さん、見習ってください、これを。ということで、マリンスタジアムね、まあ、今日なんと試合時間がもう2時間10分ぐらいかな、10分15分ぐらいでしたね。非常に短い試合でね、まあ、これまで佐々木朗希投手と平良海馬投手とね投手戦ということで、うん、非常に締まったいい試合やと思います。まあ、なんといってもやっぱねロッテのこの応援の熱気、はい、ビーモレルがもうスタンド全員みたいな感じなんですよ。ライトスタンド全員がビーモレルみたいなロッテのスタンドからそう感じましたね。やっぱりみんな一人一人が熱い。大チャンネルも全力絶叫スタンドですからね。そうですね、やっぱそこにちょっと感動しましたね。まあ、ずっとロッテの声量すごいって言われてね、うん、まあ僕も初めてこのロッテのこのスタンドの中に入ったんですけど、その理由が分かりました。あとやっぱなんといってもね、中村翔吾選手とホームランで盛り上がって応援歌を歌ったりとか、はいはい、推しがホームラン打ってね、で増田直也投手の登場曲であれも一番盛り上がったっすもんね。いやもう俺ら今日クラブ来たんけ唯一ちょっと後悔があるとすれば山口選手の応援歌を歌えなかった、うん、そこだけは後悔なんで、また山口おーおーラララララ山口おー山口山口ララ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 ラ山口山口ララ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 ラ。今年よくありますビーモレルのこの滝うどん潜入企画、今回もいかがでしたでしょうか。今回もそうですけど、それぞれそのスタンドごとに雰囲気は違いますから、うん、それぞれみんな違ってみんないい、改めて思いますね。そうですね。それでは最後セリフ、野球っていいな。